皆さんこんにちは、川出芳恵と申します。さて、私に与えられましたテーマといいますか、自分で提案したテーマではございますけれども、人は人にとっての恵みか、人間の社会性をめぐる政治思想ということで、私は恵みという問題を、政治的にどう考えるかという、そういう立場からお話をさせていただきたいと思います。ただ普通に考えまして、人にとって何が一番の恵みかというふうに問われたときに、それは何といっても人と人とのつながりであるとか、友愛であるとか、そしてまた絆であるという答えが思い浮かぶという方はそんなに少なくないのではないかと思います。家族や友人、そして地域のコミュニティ、その延長上にあるこの国、そしてさらには地球上のすべての国々からなる世界、こうした共同体こそが人にとって何よりも大きな支えだという発想です。特に私たちの場合、東日本大震災の後に絆という言葉が盛んに用いられ、実際震災直後にはですね、震災支援の輪が瞬く間にさまざまな地域、そしてさまざまな世代に広がり、国際的にも援助の申し出が相次いだというのは、人間と人間の協力協働の重要さを再認識する一つの大きな不幸ではありますが、絆の再発見という、そういった大きな事件であったということは言えると思います。しかしですね、その震災の記憶も少しずつ薄れていくというのは申し訳ない言い方かもしれませんが、翻って今日世界を見渡しますとですね、例えばですね、人間と人間が常に協力し合える存在でないということもまた事実であります。熾烈な国際紛争、そして宗教対立のような、すぐ思い浮かべるような、そういった人と人との対立のみならず、目を国内に転じてもですね、例えば原子力発電所を、再稼働するかどうかとかですね、そしてまた社会保障の設計をどうするかということになってもですね、実際にはついつい負担の押し付け合い、エゴとエゴのぶつかり合い、利害対立が発生して、絆はどこに行ってしまったのかなという、そういった実感も持つというのもまた事実です。さて、少し真面目な話をいたしますとですね、政治の問題を考えるといった際に、その政治というのは基本的には制度の問題なんですね。そうすると、具体的にじゃあどういう制度を、どういう原則で運用していくかというのが、政治の問題を考えるときに非常に大きく立ちはだかるといいますか、政治に固有の問題ということが言えると思います。でその場合にですね、そもそも政治を構成する人間っていうのはいかなる動機によって行動する存在なのか、そしてまたそのような人間が一人ではなく複数で生活する場合、人と人との関係は一般的に見ていかなる状態に陥るのかという、この問題から議論をスタートさせるっていうのはですね、政治の議論においてはですね、何と言いますか、よくあるパラダイム、よくある問題の設定の仕方ということになるわけです。人間ってどういう存在なのか、なので、それに即した形で制度を設計していこうじゃないかということになるわけです。人間と政治社会とのあるべき関係は、まず人間とはいかなるものかを捉えるところから出発するんだよという、そういうことになってくるわけです。私が専門といたしますのは、西洋の政治思想の研究でございまして、この西洋政治思想、最近は政治哲学というのがなんとなく流行語になってしまっていまして、どっちでもいいんですけれども、その伝統というのはですね、多くの場合人間とはいかなる存在かという、そこからスタートさせて、そして、あるべき国家とは何かというふうな形で議論を進めるという、そういうことになっていくわけです。今日の講義ではですね、この問題設定に対する、いわば代表的な回答を、お示しして、皆さんと、恵みの問題を考える、一つのきっかけにできればなというふうに思っております。最初 のトップバッターはですね、アリストテレスということです。この人はですね、まさに人は人にとっての恵みであるという立場を代表する理論というふうに言っても良いと思います。
古代ギリシャの哲学者、まあ、このさすがにアリストテレスについて今更ご説明するというのもおかしな話でございますが、このアリストテレスの、言葉にですね、非常に有名な言葉がありまして、それは人間はポリス的動物であるという、そういう言葉です。この引用文のところにも出ておりまして、私が用いましたその翻訳においては、国家的動物、ただ括弧してポリス的って入っておりまして、ギリシャだと、ギリシャ語だとゾーンポリティコンということになります。でこの発想についてまず、押さえておきたいと思います。お手元の資料でも、そしてこちらのスライドでも構いませんので、ちょっとご覧いただきたいと思います。引用いたします。そしていくつかの村から生じ、言うなれば今やあらゆる自足の要件を満たした終極の共同体が国家である。それは人々が生きるために生じたのであるが、彼らがよく生きるために存在するものである、というふうに言うわけです。あんま細かな話しても先進みませんので、解説織り交ぜながらいきますと、アリストテレスがこういうふうに言うっていうのはですね、まず出発点として、人間っていうのはアリとかミツバチのように群れをなす動物であるという、そういう前提があるわけですね。でそれがさっき引用いたしました、ポリス、国家というのは人々が生きるために生じたという、その部分を表すわけです。ただそれだけではなくて、人間はアリやミツバチのような、群れをなす動物であるというだけではなくて、言葉や理性を持っている。そのためにですね、善悪とか正不正というのを、正しい正しくないですね、それを判断することができるのだ。したがって人間が作る共同体っていうのはですね、アリやミツバチとは違って、共通の善、共通の正義という観念を共有する人々が、積極的に作る、それが人間のポリスであるという、そういう発想になってくるわけです。価値を同じくするものと積極的に結びつくという、そういうことになるわけですね。引用を先に続けます。かくて以上から明らかに、国家は自然によるものの一つであり、そして人間は自然によって、ここに出てくるんですが、国家的ないしはポリス的動物である。そして群のいたずらではなく、生まれついた性質のゆえに、国なきものは、ポリスなきものは人間として邪悪なものか、それとも人間を超える存在であるかのいずれかである。で、今日 の、 講義の中でのキーポイントというのは、その次の一文にあります。かくしてすべての人のうちには、以上のような共同体を目指す自然の衝動があるという、そういうふうに言っているわけです。すなわちですね、人間というのは、共同体の中においてですね、初めて人間らしく生きる存在なんだと、もともと人間というのはそういうものとして作られていると。だから人間の側から見るとですね、自然に共同体を作りたいという、そういう衝動があるのだという、そういう前提ですね。その上で、人間にとって共同体を作るというのが自然の衝動であるということは、裏を返すと、国家っていうのも自然なものであると。国家というのは自然に基づくものなのであると。で、これはスライド用意していませんけれども、アリストテレスが共同体主義と言われるゆえんというのはですね、この共同体の個人、共同体と個人との関係について、この政治共同体というのがですね、個々人、各人よりも先にある、このポリスというのは個人という部分を内包する全体であるという、そういう国家観、政治共同体観というものを示した。人間というのは個人で持続できるものではなくてですね、まさにこの共同体の中においてこそ、人間として生きることができるのであるという、そういう話につながっていくわけです。で、これがですね、そのアリストテレスもまさにですね、こういった議論からすると、人間を生まれながらにして共同体に向かって人々とのつながりの中において、初めて人間的性を生きることができると、国家と個人というのはですね、そもそも個人って概念が成り立たないというふうに言った方がいいのかもしれませんが、きっとも切り離せない、そういう関係にあるんだよという、そういうお話になってくるわけです。
さてで、まあ、これはまあゾーンポリティコンというふうな形で議論されているんですが、まあ このアリストテレス的なまあ人間観そしてポリス観というのはですね、まず古代ローマにまあ継承されまして、そこにおいてはですね独特な言葉遣いがまあこのギリシャ語を表現するために成立いたします。でそれがまあ今回の講義のポイントになって、まあ、その何と言いますかキータームになっています、まあラテン語でいうところのソキアリタスという概念ですね。でちょっとですね言葉の補足をさせていただきたいと思います。でこの私の講義のタイトルは、まあ、人間の社会性をめぐる政治思想というふうに言いまし、書いておきましたが、まあ、この社会性ソキアリタスというこのラテン語というのはまあ別に社会性と訳しても別に構わないというふうに思います。ただまあ、実はこのソキアリタスというのは英語で言うとソシアリティとかソシアビリティ、まあ、フランス語がおできになる方のために言えばそれはソシアビリテ、ドイツ語だとですねゲゼリヒカイトというふうな形で、まあ長く使われている用語でありまして、まあ、多くの場合社交性というふうに訳されております。まあ、多分一番どっかで聞いたことがあるよという概念は、まあ、エマニュエル・カント、ドイツの哲学者のエマニュエル・カントの非社交的社交性というまあ概念出てくるんですけれども、まあ、この非社交的社交性というのが、まあ、元をたどせばですねこのまあラテン語のソキアリタス、まあ、もうカントはもちろんそれを意識して使っているという、まあ、そういうことですので、以下講義においてはですね、まあ、あえて社会性のタイトルには一般的な社会性を使いましたけれども社交性というふうな形でお話をしたいと思います。ただまあさっきのゾーンポリティコンですね、まあ、人間生まれながら社会に向かっていく衝動があると、まあ、これをラテン語で言って、まあ、ソキアリタス、でこのソキアリタスは人間に、まあ、生まれながら備わっているよっていう議論が、まあこのまあ、着々と受け継がれていくというそういうお話になっております。でまあ、受け継がれた歴史もこれなかなか分厚くてですねちょっといい加減なことを言うとすぐ専門家から怒られてしまうんですが、まあまあ、ここではもう本当に大きく概略だけお話しすると、まあヨーロッパにおいてはですね、まあ、これがキリスト教と結びついたっていうのが、まあ、何といっても大きい転換になるわけです。で、まあ、その立役者が、まあ、トマス・アキナスでありまして、まあ、トマス・アキナスがアリストテレスの政治学を重視したために、まあ、このゾーン・ポリティコンという観念は、まあ、キリスト教の教義と、まあ、結びつくことができたわけです。ただ、まあこういうのはちょっと余計なお話かもしれませんが一言言っておきますと、まあ、キリスト教のすべてがですねこういう、まあ、人間生まれながらにこう人と結びつきたいという衝動を持っているという議論を受け入れたかっていうとそうではなくて、まあ、キリスト教の中でもですね人間は、まあ、原罪を犯して、堕落してしまったんだというその側面を強調する、まあ、人たち、まあ、そういう教派があるんですけれども、まあ、そういった人たちからしてみると、まあ、アリストテレスの概念なんか使ってとんでもないなという、まあ、そういう話もあるということはちょっと補足しておきます。さてで、まあ、まあ中世に流れ込んでうんぬんなんですけれどもでそして、まあ、今回 そのメインの話っていうのは、まあ、大体17世紀から18世紀にかけてなんですが、まあ、いきなり再現代に飛びますとですね、まあこういう話も、なんですけれども東大にもお招きしたということもございますのでですね、まあ、こうしたこの、まあ、人間がこう共同体を志向するそういう存在であるという側面をこの現代において21世紀のこの現代においてもですね、まあ、さらにこの主張したいという、まあ、代表選手ともいえるのが、まあ、白熱教室でおなじみの、まあ、ハーバード大学のマイケル・サンデルでありまして、まあ、マイケル・サンデルの政治哲学上の立場を共同体主義というふうに呼びますが、まあ、この共同体主義の、まあ、源泉、まあ、そのサンデル自身が、まあ、絶えず振り返っていくのがまさにこのアリストテレスであったということになります。さて、まあ、こんなふうな形でございましてまず第一の考え方ですね、まあ、共同体主義という、まあ、分かりやすい言葉を使ってしまえば、まあ、それまでですけれども、まあ、アリストテレスの、まあ、ゾーンポリティコンの、まあ、概念ということでございます。ところがですねこの考え方、まあ人まあ、特に注目していただきたいのは、まあ、人間には生まれながらに、まあこの国家共同体に向かう、まあ、その人と人との結びつきに向かう、まあ、そういう自然の衝動があるという、まあ、この発想をですね、
まあ、いわば、まあ、根本から覆す、もう まさにですね、アリストテレスに真っ向からチャレンジした、まあ、思想家というのがおりまして、まあ、それが17世紀イギリスの哲学者、まあ、トマス・ホブスということになるわけです。さて、まあ、このホブスですね、この、まあ、ホブスといえば、まあ、おそらくですね、まあ、読書家の方々は、まあ、すぐ代表作リヴァイアさんという著作のことを、まあ、思い出されるかもしれません。ただもこのリヴァイアさんという著作はですね、まあ、英語で書かれておりまして、イギリスの読者に向けて書かれた、まあ、そういう作品でありまして、言ってみると実はその前にラテン語で書いた著作を、まあ、ちょっと言葉悪いんですけれども使い回したっていうところもあるんですね。でそのラテン語で書かれた著作、ただこれちょっといろいろ複雑なんですが、その中でも特にまあリヴァイアさんの、まあ、なんか理論的な部分をですね、そのラテン語で書いた著作というのがデキベという著作です。でこのデキベという著作はですね、ちょっと脱線気味ですけれども、まあ、長らく、日本語になっていなかったために、まあ、どうしてもやっぱりリヴァイアさん、まあ、英語でも読めますし、まあ、翻訳も、まあ、各種あるので、まあ、みんなやっぱりホブスといえばリヴァイアさんという、そういうふうな形で読まれてきたんですが、どういうわけだか最近ですね、あの2つのバージョン、デキベの、2つの日本語訳というのができまして、でこれがですね、まあ、実際にまあその、まあ、ぜひ皆様にもですね手に取っていただきたいんですが、まあ、リヴァイアさん以上に何と言いますか、こう理論的な精緻さというのは、まあ、このデキベっていうのは際立っておりまして、まあ、ちょっと興味があるなという方にはちょっと手に取っていただきたいなというふうに思います。まあ、それちょっとそれは脱線でございますが、なのでですね、まず今回はリヴァイアさんではなくてこのデキベから引用して、まあ、ホブスがどんなふうな形でアリストテレスに対抗したのかということを示ししたいと思います。こちらの引用文を見ていただきたいと思いますが、まあ、まず冒頭からですね、まあ、アリストテレスという名前出てこないんですけれども、もう読者はすぐ分かるわけですね。ギリシャ人は自らをゾーンポリティコンと呼び、さっき あの人間はポリス的動物であるというこの部分ですね。でこの基礎の上にあたかも平和の維持と人間の統治のためには彼ら自身が法と呼ぶ一定の協約と条件等を作ることへの人々の同意以上のことは必要ないかのごとく、まあ、政治的社会、まあ、ちょっといろいろと厄介な言葉が出てくるんですが、まあ、国家というふうに考えていただければいいと思います。まあ、国家についての原理を、まあ樹立したと。で、まあ、この公理はですね、まあ、多くの人に、まあ、受け入れられているけれども、しかし誤りであるというふうに、まあ、はっきり断定するわけです。でまあ、ちょっと間中の省略いたしますが、まあ、我々は生まれながらにそれ自体のために交友を求めるのではなく、それから名誉や利益が得られるから求めるのであり、後者が根本的なものであり、前者は補助的なものであると、まあ、こんなふうにまあ言うわけです。で、まあ、ちょっと最後まで、読み上げますと、しかしながら虚栄心から始まった社会が偉大であったり永続したことなどはない。我々は偉大で永続的な社会の起源を、まあ、ここら辺が重要なんですが、人間が相互に持つ相互的な良き意志にではなく、彼らが互いに持つ相互的な恐怖に置かなければならないというふうにまあ言うわけです。さて、まあ、こういうふうな形でですね、まあ、アリストテレスを今批判していると。でそしてその人間というのは生まれながらにそれ自体のために交友を求める存在ではない、まあ、その自然的な衝動として共同体に向かうという、まあ、そういったアリストテレス の人間観をまずバッサリ切るわけですね。でしかし、まあ、それだけではなくてですね、まあ、ホブスの眼目というのは、まあ、単に人間の生まれながらの社交性を否定しているだけではなくて、生まれながらの社交性の他にですね、まあ、例えば、まあ、人間がこう人と結びつく、まあ、影の動機として名誉、人にチヤホヤされたいとかですね、そしてまた、まあ、人と結びつくと何か利益が得られるという、まあ、そういった功利的な理由で、まあ、人間が人と結びつくっていう可能性はあるかもしれないというふうにまあ言うんですが、もともとありもしない自然的な社交性、
これはない。じゃあ名誉とか利益を求めて結びつくのかというと、これについてもホブスは非常に懐疑的でありまして、そんなですね、虚栄心によって結びつく社会っていうのは永続しないというふうに断言するわけです。そしてじゃあどうやって社会、永続する社会というものが形成できるのかというと、まさに有名な恐怖だ、相互的恐怖だ、これだけがですね、初めて人間を安定した国家の設立に向かわせるんだという、そういう議論をするわけです。で、こちらの議論というのは、ご存知の方も多い部分かと思います。リバヤさんでも全面的に展開されていますが、ただ、後の議論との関係で、ざっとちょっと駆け足で失礼いたしますが、説明していきたいと思います。その間、写真の方にでも、たいと思いますが、ホブスはですね、リバーヤさん、その町リバーヤさん、などにおいてですね、人間というのは自然状態、この自然状態というのは、ホブスが作り上げた、一種の思考実験の装置でありまして、一切の国家社会が存在しない状態ですね、そこから、そこにおける、素の裸の人間から議論を組み立てようじゃないかという、そういう話なんですが、この自然状態において人間というのはあくまでも自己利益を追求し、自己の保存を最優先に図るというふうに言うわけです。で、その場合ですね、じゃあ自己を保存したり自己利益を探求するためにですね、各人はそのために最善だと思われる手段を何でも自由に、自分がそれがいいと思えばそれを使うという、そういう自由を持つ存在であって、しかもそのように行動することは、これはですね、別にただ単に人間はそういう存在だというだけではなくて、そうすることが正しい、つまりそれは自然状態における人間の権利だとまで主張するわけです。さて、こういうふうに になってくるわけですね。しかしもちろんその後がございまして、じゃあみんなが思う存分ですね、自分のですね、この自然的権利をこう行使するとどうなるのかというと、個人と個人の関係というのは端的に言えば、これまた有名な一節でありますが、万人の万人に対する戦争、すなわちですね、ちょっと自分の権利が侵害されるとですね、もうその相手を殺してしまっても、これはもう正当な権利だ、でも殺されるのは、先に殺されるのは嫌だと思ったら、また先に先制攻撃仕掛けると、そんなことが展開していくとですね、もう人間というのはもう生まれてからこの方ずっと他者とですね、対立して、殺し合っていかなければならないという、そういう状態に陥ってしまうと。でしかし人間はやっぱり基本的に自己保存を図る動物ですから、殺されたくないぞ、殺されるのは怖いというふうに思うというふうに言うわけです。で、そういうふうに思ってくれると、ホブスにしてみると、しめたものでありまして、そうするとですね、その状態を何とか克服しなければならないと、自己中心的な個人が何の拘束もなくやりたい放題に行動すると、かえって自分の安全を大きく損なうことになってしまうということを自覚して、そのため知恵を働かせた人間は自ら進んで自分たちの無制約の自由に一定のタガをはめる、その必要を感じて、そしてそれが国家や法律の設立につながったんだという、そういう議論になってくるわけです。このようにですね、ホブスの場合はですね、もうあくまでも自己保存を図ることしか考えないと。で、そういった人間が国家を作るとしても、それは結局、その自然状態だったら自己保存がうまく図れないぞと、だからですね、どうやって自己保存を図るかということで、国家なる存在を作り上げて、そして国家を作ったらその命令に従うという、そういうふうなで議論を構成いたしますので、いわばですね、人間間、国家間、いずれをも貫く徹底した個人主義というのがホブスの議論の特徴であると思います。で、やっぱりですね、このホブスのインパクトというのはもう無視しえないといいますか、非常に大きなものであるというふうに考えます。さて、で、これでアリストテレスと、そしてホブスという、普通いうところの2つの、何と言いますか、典型的な人間観、国家観、その人間観から発してその国家まで含めてですね、連動する2つの人間観、国家観ということになるわけですが、実は今回の講義のもう一つの狙い目というのはですね、この2つだけだとちょっと足りないんじゃないかという、そういう観点でございます。
アリストテレスの共同体主義 VS ホッブスの徹底個人主義ですね。この両極端の考えにのみ注目するのではなくてですね、ちょっとその後に展開した議論を紹介しようかなというふうに思っております。でちなみにですね、こちらの画面にいていただきたいんですが、ホッブスの今著作名として挙げましたこのリバイアサンというのは、これは何なのかというと、実は旧約聖書の呼ぶ記に登場する、海の獣なんですね、怪獣なんですね、それがリバイアサンということになります。で、スライドをちょっと見ていただきますと、これは有名なリバイアサンの扉絵でありまして、呼ぶ記の一節引いておりまして、ここに出てくる獣ですね、ここら辺ですね、これがリバイアサンということで、この図自体は剣と牧場を持つ巨人、これよく見てみると無数の人間の寄せ集めで、さっき言った自然状態から人間を作り上げ、自然状態にあった人間が作り上げた国家っていうのがまさにこのリバイアサンに相当するもので、このリバイアサンの恐怖によってですね、人々を秩序にとどめ置くんだという、そういうお話になっているんですね。ちょっとこれは少し脱線なんですが、何を言いたいかというとですね、このリバイアサンというのが海の獣であるというところがポイントでありまして、あまりにも衝撃的なこのホッブスの著作を読んだ次の世代はですね、何とかしてホッブスを批判して論爆してやらなきゃいけないぞということでですね、といろんな議論が出てくるわけです。でそれが、まさにですね、この海の獣になぞらえてリバイアサンを飼いならすという、そういうふうな形で、そういうふうに主張した人が実際にいるんですけれども、このリバイアサンを飼いならすとでも言えるような試みがいっぱい出てくるわけです。でその中でもですね、今回、カンバーランドという人と、プーフェンドルフという、人を取り上げて、果たしてリバイアサンは飼いならせたのかなというふうな形で議論を進めていきたいと思います。さて、先に名前を出してしまいましたが、まず最初のこの登場人物というのは、カンバーランドという人です。おそらく本当に違法度専門家でなければ聞いたこともないぞという、主要な著作ラテン語で書かれてますので、なかなか難アクセス難しいってことにもなってくるんですけれども、ただこの人イギリスの哲学者法思想家でありまして、まさにホッブスがですね、リバイアサンをはじめとして、大変な問題作を出してしまったので、これは何としてもですね、戦わなければいけないということで、自然法という著作を1762年に刊行いたします。でそこではですね、このカンバランドはホッブスの、先ほど挙げましたデキベという著作をですね、引っ張ってきまして、けしからんというふうな形で、批判を展開するという、そういう作業を行います。こちらも皆さんに配布資料もお配りしておりますし、そのこちらにも載せておりますので、じゃあどんなことを言っているのかということを見ていきたいと思います。こういうことですね、すべてのものの経験によれば以下のことはよく知られている。すなわち、いかなる一人の人間の持つ力も幸福という観点から見ると小さなもので、人生を幸福に生きるためにはたくさんの物事、たくさんの人々の助けを必要とするということである。こんなことはみんなのさんの経験からすればみんな分かってるじゃないですかというふうに言うわけです。各人は自分にとって必要ではなく、従って自分には何の役にも立たないさまざまなものを他人の利用に供する余裕を持っているというふうに言うわけですね。しかし、我々の力のよく知られた限界ゆえに、助けてもらいたい相手に対し、自分たちの幸福の増大のために協力するよう強制することはできないということも、これまた確かであるというふうに言うわけです。で続けますが、この目的、つまり他人から協力してもらうとですね、ますます自分は幸福になるということが分かっていて、しかしそれを強制することができない。じゃあどうすればいいのかというと、この目的を達成する唯一の手段は、我々の側から奉仕や真偽に基づく行いを相手に提供することにより、相手の善意をかきたてることだけである
という、まあ、こういうふうに言うわけです。まあ、幸福の増大のためには人間同士が相互に協力するというのがまあ一番賢いやり方である。しかしまあそれを強制することはできない。まあ、他人からまああの善行、まあ、カンバーランドはまあこの後も何度も出てくるあの概念ですのでちょっとここで出してしまいますが、仁愛というふうにまああのよく訳されるんですが、まあ、ベネボランスという英語なんですけれども、まあ、あのラテン語だとベネボレンティアというものなんですけれども、まあその概念ですね。まあ他人からまあそのこう仁愛を受けようと思うのであれば、自ら他人に仁愛を提供しなければならない、まあ、仁愛の精神を発揮しなければならないというふうにまあ言うわけです。こういったまあ仁愛の、まあ、多分もう少し馴染みのいい言葉で言えばもうまさに今回のテーマである、まあ、恵みでも全然いいと思うんですけれども、まあ、こういったまあ仁愛ないしは恵みのですね、相互性によって社会というのは形成されるんだというのがこのカンバーランドの立場です。また後で少し振り返るとして少し先に進みます。で次に、まあ、プーフェンドルフという人の議論を見てみたいと思います。でこの、まあ、プーフェンドルフはですね、おそらくカンバーランドよりは、まあ、有名な人です。でドイツの法学者でありまして、まあ、その、まあ、非常にあのボリュームのある著作に万民法と自然法という、まあ、1672年の著作がありまして、でそれからまたそれを非常にコンパクトに抜粋した人間と市民の義務という、まあ、1673年の著作がまあございます。でこの2つの著作がですね、実際にはまあヨーロッパの法学教育の 場においてまあスタンダードな教科書として盛んに用いられ、しかもまあ英訳、そしてまあこれがとりわけあのとてもよくできたといいますか、まあ、あのすごく分かりやすく、ちょっと翻訳者があまりにも分かりやすく訳しすぎたという問題はあるんですけれども、まあ、フランス語訳というのもあって、まあそういうこともありましてですね、非常に幅広く読まれた、まあ、そういう著作、まあ、そういう法学者であったわけです。ただこのプーフェンドルフという人の位置づけはなかなか難しくて、これまでの政治思想史においてはですね、ちょっと今日あのその余裕がないので一切省いてしまっているんですが、名前だけ出すと、まあ、グロティウスという、まあ、国際法の父なんていう、まあ、位置づけされるかもしれませんけれども、そういった、まあ、グロティウスの、まあ、二番煎じだとかですね、また別の観点から言うとですね、ホッブスの後には、まあ、ロックが来て、その後はジャン・ジャクルソーだ。でまあ、この3人というのは社会契約説というまあ議論をですね展開して、これがまあ今日の自由民主主義をこう形成するのに非常に大きな力をこう発揮したんだ。それと比べるとプーフェンドルフの議論というのはもう良くも悪くも体制順応的、そしてそのアイデアというのもあちこちからの継ぎはぎで、まあ、オリジナリティに欠く、まあ、そんなまあ思想家だみたいなあの扱いをまあこれまで受けた人ではあります。ところがですね、じゃあなんでそんな人を取り上げたのかというと、まあ、このプーフェンドルフに関しましては、まあ、最近見直しの機運というのが非常に高まっておりまして、急速に研究が進んでおります。で、彼の議論というのはですね、まあ、いろんな再評価がなされているんですが、一つは実はさっき名前だけちょっと出しましたけれども、あのドイツの哲学者のエマニュエル・カントに連なる倫理学説史上の重要な転換点に位置する理論家であるという、まあ、そういう評価がまあ下されるというのが一つなんですが、他方ではですね、18世紀になりますと、まあ、それこそデイビッド・ヒュームであるとか、アダム・スミスであるとかですね、まあ、それからファーガソンといった、まあ、その非常にあの面白い理論家がですね活躍いたしまして、でこの人たちのですね共通点何なのかというと、全てスコットランドの知識人であるということですね。まあ、スコットランドいろんな意味で注目、浴びていますけれども、あの、まあ、あの今日の流れと、まあ、でも実はあの連動しているところも、あのスコットランドの独立の問題ともちょっと連動しているところがあって、あの面白いんですけれども、まあ、こういったその18世紀のスコットランドの知識人たちに、まあ、非常に大きなインスピレーションを与えたというのがプーフェンドルフだというような、まあ、見直しがなされておりましてですね、まあ、こう再評価著しい理論家ということが言えると思います。長大なあの脱線をいたしましたので、本筋に戻りたいと思います。さて、でこの、まあ、プーフェンドルフですね、まあ、この人にとっても、まあ、ホッブスの、まあ、衝撃というのは、まあ、非常に大きくて、これはやっぱり何としても、論爆しなければいけない、批判しなければならないと、
いう、まあ、そういう立場から、まあ、そのホブス批判というのをですね、その主張であるところの自然法と万民法で展開しています。でこれはまあくしくもですね、カンバーランドの先ほどの自然法論と同年に刊行された、まさにポストホブスということでですね、リバイアさんを飼いならすということで、まあ、こんなふうにわーっといろんな議論がまあ出てきたということです。で、じゃあプーフェンドルフの立場はどういうものなのかということをこの引用で見てみたいと思います。明白なことだが、人間は自己を保存することに最も熱心な動物であるが、自分たちと似たものの助けなしに自己を保持するには本質的に不完全かつ貧弱な動物であり、また利益を相互に増大ごめんなさい利益を相互に増大させることには極めて適した動物である。まあ、ここがプーフェンドルフの重要なポイントでありましてですね、まあ他者の助け、まあ、自分たちの似たものって、まあ要するに他の人間ということになるんですが、まあ、他の人間の助けなしに自己を保持できるのかというと、それにはあまりにも本質的に不完全で貧弱な、まあ一言で言ってしまえば弱い存在なんだということをまあ前提とするわけです。確かに人間はしばしば邪悪で横柄で簡単に不機嫌になり、他人に害を与える用意があるし、まあ、いつでも他人に害を与える用意があるし、実際害を与えるだけの能力を持つ、まあ、このあたりは実はホブスを想定しているわけですね。ただまあこうやって切り返すわけです。しかしまあこのような動物が安全に、そしてまた現世において財を享受するためには、人間は社交的でなければならないというふうにまあ言うわけです。まあ、実はまあカンバーランドもフーフェンドルフもそんなに異なることを言ってるわけではないんですね。基本的にはこの2人というのはですね、ホブスの自然状態における人間というのは自己保存というこのまあエゴイスティックな人間にとっての究極の目標を決してうまく達成できていないというふうにまあ言うわけです。で、まあその際のまあそのプーフェンドルフの議論の大きな特徴は、引用文においてまあ強調いたしましたように、人間というのは他の人間の助けなしに自己保存を達成できるほど強く完全な存在ではないという、まあ、ここにあるわけです。で、まあこのことをもう少し具体的なイメージを持っていただくためにですね、まあ、プーフェンドルフ、持っていただくためにというよりはプーフェンドルフがまあそういうふうな例を使うわけですが、このことを如実に表すのは、人間というのは無力な赤ん坊としてこの世に生まれ、長い間両親の庇護を受けなければならないじゃないかということをまあ言うわけです。でプーフェンドルフに言わせるとですね、ホブスのまあ自然状態における人間というのは、ギリシャ神話に登場する、カドモスの兵士のようなものであるというふうにまあ言うわけです。で、ちなみにカドモスって何なのか、カドモスの 兵士って何なのかというと、カドモスというのはですね、古代ギリシャのテーバイの創設者でありまして、このカドモスがですね、大地に大蛇の歯を巻くんですね。でそうするとそこからいきなり屈強な兵士が何名も生まれてくるわけです。でカドモスはその兵士たちに命令して殺し合いをさせるわけです。でその中で生き残ったごく少数の兵士を本当に最強の部隊として自分の配下にするという、そういうギリシャ神話がございましてですね、これを持ち出してホブスの議論というのはそうなんだと、もういきなりですね、幼年時代をスキップして、屈強な兵士、もう戦う気満々の兵士として生まれてくるのが人間だっていうのは、これはもうおよそナンセンスな議論じゃないか、なんともありえない話だという、そういう批判をするわけです。さて、このようにですね、人間というのが一人で自己保存を貫徹できない不完全な存在であるという前提ですね、ここを確認した上で、少し次に進みたいと思います。プーフェンドルフはこういうふうに言うわけです。この一番上のが何といっても重要なんですが、自己保存と社交性は決して矛盾するものではない。でその説明でありますが、ここにありますように、自分の福利と保存を願う者は他人への配慮を放棄することはできないというのは理性の命令であるというのも、
我々の安全と幸福は大部分他人の仁愛、ここでまた登場するんですが、仁愛と援助に依存しているのであるから、まともな判断のできる人間であれば、自己の保存を自分にとっての目標とする際に、他人に対する気配りを放棄するようなやり方をすることはできない。自分のことを理性的に愛すれば愛するほど、その人間は他人への奉仕によって他人に愛されるよう配慮するであろうという、こういうふうに議論するわけです。このように今ホブスの自然状態論における人間ですね、万人の万人に対する戦争状態に陥るという前の議論ですね、これを何としてでも論破したい、カンバーランドとプーフェンドルフは、ホブスの土俵にひとまず乗った上で、ホブスが想定するような自己保存のためにはいかなる手段を行使することも厭わず、相互に戦争状態に陥るというのは人間の行動パターンとしては、どっかおかしい、間違っていると、こういう批判を展開するわけです。相互に敵対するより他者と協力した方がより確実に自己保存を達成でき、また、カンバーランドにはその要素が非常に強いんですが、より豊かでより幸福になれるという、そういう話になるわけです。しかしながらどうでしょう、この2人は、果たしてリバヤさんの完全な飼いならしに成功したと言えるでしょうか。ちょっとですね、意地悪な見方をすると、2人の議論というのは、結局のところ、2人が言うところの仁愛なるものですね、他人に恵みを与えるということは、他者に気配りをしたり優しさをこう、表したり協力や協調するというのは、究極的にはそれが自分の利益になるから行う、人の恵みも計算づく、日本のことわざで言うところの、正しく理解したところの言うところのですね、情けは人のためならず、自分のためで自分に戻ってくるよという、あの発想に、過ぎないといえば過ぎないわけであるわけです。でしかし、これはですね、危ない橋でありまして、こういう利他的行動と見えるものが、実際には自己愛に過ぎないという議論は、実はホブスが非常に得意とする議論でありまして、リバヤさんを本当に飼いならしたのか、いつの間にかその手の内に陥っているのではないかという、そういうことが言えなくもないわけです。でただ、この点に関しましてですね、ちょっとあんまり難しい話もしてもしょうがないんですけれども、実はカンバランドもプーフェンドルフもですね、これは自分にとって限定的な議論であって、それを補強する、もうホブスとは完全に自分たちが違うという、そういう議論を提供しているということも確かです。でただカンバランドとプーフェンドルフはちょっとそのやり方が違いまして、カンバーランドはですね、案外簡単に先祖返りしてですね、アリストテレスの、人間にはですね、自然的に社交性が備わっているっていう議論をいたします。ところがですね、プーフェンドルフはそれをあえて拒否するわけです。で、どうしてかですね、プーフェンドルフによるとですね、じゃあその人間の生まれながらの社交性という話を持ち出してホブスを論破するのがいいのかというと、それもまた問題だというふうに言うわけです。でもしもですね、人間に生まれながらに社交性が備わっているから人間同士が助け合うとするならば、それは単に動物の本能的行為、それどころか、自然法則に従って生命のない物体が運動するのと何ら違わない、つまり自然法則に従って、そういうふうにそういう存在だからそうしているというだけであって、そこに人間の道徳性なるものは一切存在しないってことになってしまうんじゃないかという、そういう議論をいたします。ちょっと時間が押し気味ですので、この話はちょっとこのぐらいで引き取りますが、実はさっき言ったプーフェンドルフが再評価されるっていうのはですね、あえてここで人間の生まれながらの自然社交性の方に戻っていかないで、別のところで人間の道徳性を根拠づけようと、プーフェンドルフの場合はそれは神がそのように命令したという、その上位者の命令に従うというところに人間の道徳性の根源があるっていう話に展開されていくんですけれども、そういうふうな形で、プーフェンドルフ、実はここの微妙な一点が重要だなっていう話が、なされているわけです。さて、ただこれをやり始めるとキリがありませんので、本筋の話に戻りたいと思います。
まあ、特にカンバーランドと比べてもですね、このプーフェンドルフの場合はですね、この、生まれながらに社交的な人間という想定に距離を置こうとするため、そのためにですね、彼の議論は、ある種の歯切れの悪さといいますか、同時代の論者、そして今このプーフェンドルフを解釈する人の中にもそういう人は結構いるんですけれども、プーフェンドルフって結局隠れホッブス主義者じゃないのか、ホッブスとどこが違うのか、本当はあんまり違わないんじゃないのかという、そういう扱いをされるという、そういうことがあるわけです。ただですね、実は今回皆様に問題提起をしたいのは、プーフェンドルフからするとですね、自分は他のその議論で補強しているからそんな批判は当たらないというふうに言うと思いますけれども、読み手からすると、プーフェンドルフの議論は、安易にアリストテレスの共同体主義的な人間観に先祖返りしなかったがゆえに、ある意味ではですね、興味深いリバイアさんの飼いならし方になっているのではないかという、そういうことをちょっと提案して、そういうふうに読めるんじゃないのかなという提案をしてみたいわけです。リバイアさんをですね、打破するという課題には失敗したけれども、その毒をうまく薬に変えるという意味での飼いならしには成功したんじゃないかという、そういうことでございます。で、何を言っているのですかと、少しですね、そろそろ時間が迫ってくるところに、また一人の人物を付け加えるのは、いささか恐縮ではございますが、もう一人、この人間とこの政治共同体との関係についてですね、非常に面白い発想を示した人物を登場させたいと思います。それがアダム・スミスということになるわけです。で、アダム・スミスでございますが、ここに引用している文章をご覧ください。で、ちょっと謝らなければならないんですが、皆様に配布した資料で諸国民の徳というふうに書いてしまいまして、諸国民の富が正しいです。一般には国富論というふうに、国富論という翻訳名で知られている著作ですね。そこでこういうことをスミスは言うわけです。我々が自分たちの食事を期待するのは、肉屋や酒屋やパン屋の仁愛、ここに仁愛って出てくるんですね、仁愛にではなく、彼ら自身の利益に対する彼らの考慮に期待してのことであるというふうに言うわけです。で、これは有名な、ここだけ切り取って本当に、よく議論されて、実はアダム・スミスの、今日のアダム・スミス理解ということで言うとですね、これ本当に一面的な理解であって、彼には他の著作の中において、むしろ本当にプーフェンドルフの問題意識を正当に引き継いでいるような議論を展開しているところもあるんですが、しかし、やっぱりですね、ここの一節、これはやっぱり今日の講義との関係ではですね、やっぱりちょっと引用せざるを得ないな。つまり市場においてはですね、もはや仁愛は不要であるという、そういう見方です。もう各人がですね、自分の利益を、しかしもちろんある一定のルールのもとにおいてという限定は付されるわけですけれども、その中において、ひたすら自己利益を追求していくと、神の見えざる手という、市場の自動調節機能が働いて全体としての調和が成立するんだという、そういう見方です。せっかくその仁愛ですね、そうですね、あえて名付けるならば、カンバーランド・プーフェンドルフの議論は総合的仁愛の理論とでも言えるものなんですが、そういったものでですね、ホブス飼いならそうとしたら、もっと強力な敵が出てきまして、もう仁愛に期待しなくっても市場のメカニズムで調整できてしまうんだという、そういう議論が出てくるわけです。言うまでもなくですね、そのアダム・スミスの本当の意図はともかくですね、こうした市場の自動調整機能に期待するというこの考え方は批判もされるんだけれども、その批判をした、その筆頭であるところの社会主義共産主義というのが、冷戦崩壊によってですね、大きく信用を失墜した後、またやっぱり復活する。何といってもですね、こういった、このスミスに発する、人間は自己利益を追求すると、しかしそのこう市場の、メカニズムによって、財はですね、調和的に再配分されるという、この考え方っていうのは、私たちにとって、大きく、これをどう扱えばいいのかという、そういう大きなですね、一つのものの考え方ということになるわけです。
そういった状況において、まあ、スミスはですね、ここでもはや仁愛に期待する必要はないというふうに、まあ、切り捨ててしまった。この仁愛というものに、ちょっともう一度スポットライトを当ててみるのも面白いんじゃないのかなというふうに、まあ、考えるわけです。まあ、つまりですね、この、まあ、今日取り上げましたカンバーランドやプーフェンドルフの、まあ、総合的仁愛の議論ですね、これを、まあ、現代的な文脈で読み返すと案外捨てたものではないんじゃないかなという気がしてくるというわけです。というのも彼らの議論、まあ、特に、まあ、プーフェンドルフですね、正確に言うとプーフェンドルフの議論なんですが、彼の議論というのは人間の行動原理としてあくまでも自己保存を探求するということを認めた上で、まあ、その意味で言うと、まあ、やっぱり、ポストホブス、まあ、やっぱりホブスの弟子であると、まあ、しかしその上で自己保存と自己利益の追求にとって他者との間に恵み恵まれるという総合的な仁愛の関係を形成することが、これがですね、まあ、いかに有利かということを、まあ、示すものになっているからです。まあ、まさに、まあ、弱く不完全なものとしての人間にとって自己保存と社交性は決して矛盾するものではないという、まあ、そういう、まあ、立場であるわけですね。まあ、市場秩序の論理ですね、まあ、これ、まあ、例えば今風に言うと、まあ、ネオリベラリズムの横暴といったような、まあ、議論というのはですね、まあ、よくされて、これを何とか克服しなければならないというのは多分私たちに共通する課題であると、まあ、言っても構わないと思いますが、まあ、しかしこの市場秩序の論理を批判するために、まあ、いきなりですね、高い道徳性であるとか、まあ、宗教性というものを、まあ、持ち出す、まあ、それはまたその、まあ、議論としてですね、まあまあ、ある限定の枠内においては、まあ、非常に面白い議論になっても、じゃあそれでじゃあどういうふうに政治制度を設計するのかというと、やっぱりなかなか取り込みにくい。では逆にですね、まあ、これはまあまあむしろもっと有力なやり方なんですが、国家共同体がですね、まあ、そのこう全体がまあ個人に先立つものであるという、まあ、アリストテレスの共同体主義的なものに対するまあ誘惑といいますか、まあ、個人主義、ホブスの個人主義、そしてアダム・スミスの個人主義をまあ成就するには、まあ、やっぱりこの人間の共同性を回復しなければならないって議論も出てくるんですけれども、それをですね、まあ、アリストテレスに完全に先祖返りするようなやり方でするっていうのも、これは、まあ、まあ実はいろいろ問題があるんじゃないのかなというふうにまあ言えるわけです。まあそれほど大きな話はできないかもしれませんけれども、私たちはですね、ホーブスのような人間観、やっぱり個人と国家切断された、国家から切断された個人というそのホブスのその議論というものを引き受けつつ、しかしそうだからといってですね、自己利益だけを追求すればいいというわけではなくて、そしてまた、まあ、そのアダム・スミスのような、まあ、市場秩序モデルに回収されるわけでもなくてですね、まあ、案外、まあ、カンバーランドとか、まあ、プーフェンドルフが注目した動機は実は不純であってもですね、まあ、総合的な、まあ、互恵と関係といいますか、まあ、総合的な仁愛といったようなものがあって、まあ、初めて社会が組み立てられるという、まあ、そういった、まあ、議論というものは、まあ、今日にも生かせる要素というものを持っているのではないでしょうか。まあ、その意味ではですね、まあ、ホブス以降の時代に生きている私たちはですね、まあ、リヴァイアさんを打倒するのではなく、まあ、今回何度も出てきましたように、まあ、これをまあうまく飼いならすという、まあ、道をですね、まあ、辿っていくという、まあ、その可能性が、まあ、私たちの、まあ、今日の課題ではないだろうかと、考えるわけでございます。ちょっと時間オーバーしてしまいましたが、以上で、私の報告とさせていただきます。